いかがと、あの一人書いたわ。迷惑でなければ一度だけ会ってくださいと。奥に残る想い忘れ物、それが恋かどうか見つめたいのです。目の前の人を愛せない、なぜだか悔いが残りそう。あなたがいる、いつもいつも心に。このまま私の階段を登れば、もう二度と後ろへ戻れない、そんな気がします。それは子供じみた軽い出来事と、もしも言われるならそれもいいのです。少しだけ泣いて忘れたら、それから先は歩けます。あなたがいる、いつもいつも心に。16、17、18と愛したあの人の心を確かめてみたい。二十歳。